ぱ無理だ、こっちだ。あ、なんかいっぱい映っちゃうな。台が欲しいな。台ないのよ、台が。台がないのよ。化粧すね、これからする。あ、そう、今これ前座配信。よりはいいのでは。早いでしょ。みんな除菌しような、はい、あ、なんか30分から本番って書いたらなんかあれだね、なんか出ますって感じするね。何も出ないんだけどさ。でもちょっとメイクはなんかマスクつけてる時ってさ、何かリハーサルって話でもいいよ別に、はい。うん、あのね、ここがテーブルなのね。で、まあ、ギリギリに置いてるからもうこれ以上携帯動かせないし、まあ、充電しながらやってんのね。でさ、コンセントがこれ以上届かないわけ。あ、ちょっとじゃあこのテーブルで動かしてったりとか倒れるかも。こういうこと？そしたらさ、ちょっと待ってね。これできたわ。ダメだな。やっぱこっちだわ。はい、これです。うん。うん、これで良いです、もう。なんかチーク薄いの？なんかさ、わかんないんだよな。いや、ちゃんとついてるけどな。ちゃんとついてるのに。なんも、なんか。綺麗綺麗の主張いただきます。わあ、うまそう。これなん、溶けっころ。
おしまい。うん。ごちそうさまでした。歯になったかな。歯になった。あ、ぴったりじゃん。イエーイ。うん。ご飯食べてちょっとどう盛りでもしようかなと思ったら、まあ30分になっちゃった。天才アイドル、天才アイドル、イエーイ。何がどういうこと？天才アイドルだから終わったよって。美味しかった。じゃあマジでどうでもいい、私の手持ちメイクポーチの紹介紹介をします。はい、まずはマキアージュのドラマスティックスタイリングアイスティー BR613 番。これ2年前くらいから使ってる。物持ちいいタイプ、木工はない、筆でほじって使ってる。これはあんまり持ち歩いてない、今日持ち歩いた続きまして、これは持ち歩いてる。これは3のシマリンググローデュオ、めっちゃ使ってるよ。ほら、いつもスポンジでさ、こう取るから、こうビーって取るからさ、ちょっとこう漏れちゃうんだよね。ハイライトとシェーディングパールが入ってる方ですね、ツヤが出る方。今日でもつけてないからつけてみよう。これほんとすごいから、ここに入れるんだけど私。なんかでも明るいからあんま伝わんないな。いつもここに入れてね、光を入れてます。これめっちゃ使ってる。次、これはロフトのチークブラシ。ドラマティックルージュ、またドラマティックだって。 RD365 番です。で、次セザンヌのね、シングルカラーアイシャドウ6番。これめっちゃ使ってる、めっちゃ使ってるけどマジで減らない。ペイ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 、全然減らないでしょ。ほら見て、ほら全然減らないの、毎日使ってんのに。同じやつの1番、これもマジで減らない、まあ、同じシリーズなんですけど、減
やりません。これいつも私がクマを隠してるイプサのクリエイティブコンシーラー、めっちゃ使ってる。ほらメグ配信しないよ、大丈夫。ほらこれ使ってる。これは買って1年くらい。大人になれたでしょうか。あ、これね、眉毛眉毛描いてるやつです。エクセルのスタイリングパウダーアイブロウ03番ピンクブラウン1300円。でもこれさ、どこがピンクかあんまりよく分かってないんだよね。これもずっと使ってる。今日は違う眉マスカラを使ってるんだけど、ケイトの 3D アイブロウカラーナチュラルアッシュですね。かけ、あのね、筆が細いとこと太いとこと、筆じゃないな、ブラシこれ最近買ったマスカラ、エテュセのアイエディション。読めません。あ、エトゥセアイエディションマスカラ01番ですね。これめっちゃね、細いの先端が、だから描きやすいです。描きやすい。次リップですね。コンフォートオイル、リップコンフォートオイル、これめちゃめちゃいいよってずっと言ってるやつね。次、これ眉毛も、これも眉毛、インテグレートのビューティーガイドアイブロウ。これはこっちが筆で、なんか毛間違えて毛抜いちゃった時とかあとはなんか眉毛が足りないなって時に眉尻とかを描いたりしてます。やばい、そろそろ来るな。こことかむずっ。こいつむずいぞ、無理だ。ちょっとこのなんで立たないんだろう。立たないわ。うん、立ちません。もう寝ます。ああこうね、はい次これはアイシャドウ下地です。うん、これも、あ、もう壊れてる。ほら、取れんの。超使ってる。でもなくなんないんだよね。ストロー。今日は赤いストローさしてあげる。これはアイライン、キャンメイクのクリーミータッチライナー。これほくろとか書いてますね。あとアイライン普通に。これはこれめっちゃいい、フーミーアイマルチアイライナーキラキラオレンジ。でもないよ、ほぼ。これとかマジ余裕だからね。MIMC ナチュラルエイジングケアミネラルパウダーサンスクリーン、お化粧直しですね。でもこれはちょっと置くとこもないって。ないよ。
ちょっと待って、もうこんなの、なんか、全然崩れなかった、天才かも。なんかね、もうこれはなんかもうどこにも入らなそうだから。イエーイなんか崩れなかったわ。これすごいよ、見て。すごくないこれね、見て。すごいっしょ。あ、アイシャドウがどっか、アイラインどっか行ったって。あのメイベリンのやつ。なんか今日さ、アイシャドウもう一個なくしてさ、平和オブ平和。うん、これ平和だよ。うん、でも元々もうあんまれてなかったから、買おうかな。やべ、エピヌ、そうだよ、エピヌスイッチです ね。スイッチさ、こっちのコントローラー壊れてんだけど、どうすればいい？なんか動物の森とかはこっちのこれで移動するんだけど、この上がね合わなくて、なんかそのでスイッチもそういう補正機能みたいのがあるんだけど、これも補正しても治らなくて、あ、もうこれ終わったって思って、なんかちょっとなんか歩いちゃうんだよね勝手に。なんかすごい、なんだろう、木に突進してたりとか、海に向かってずっと歩いてたりとかしちゃうから。でなんかうまく、なんか蜂が襲ってくる時とか、タランチュラとかとこう捕まえたりとかしたくても、なんか思うようにいかないからね、買い直そうか迷ってる。単体でやってるけど、単体でやってるって言うじゃん、高いじゃんだからさ、ね、単体って言っても別売りであるんだけど、まあ、普通のお店にやってるのはこれジョイコン右左両方でなのね。だからそう、スイッチライトじゃないのよ、いろんなゲームもしたいから。そうなの、私のママはスイッチライトなんだけど、私スイッチでそうなの。だからね、やだよ、修理キットなんか絶対できない。そうなの、だからね、今やりづらいんですよね。かといってなんかプロコン使ってテレビでやるのもなんかちょっとめどっちいなみたいなそうなの、そう、修理出したらさ、その間できないじゃん、持ち歩いて、それが嫌なんだよね機械好きだけど、まだそういうなんか、コントローラーをちょっと外してみようとか、携帯をちょっとパックリ開けてみようとかいう気にはなれない。絶対失敗する、マジで余計なことすると思う。だってあれとかできないもん、
あの理科のさプラスとマイナスでどうたらみたいな、そう回路図みたいなのもできないよ、あゆだから絶対できないだと思う。なんかそのさパソコンとかまだ自作で作る方とか多いじゃん。いやよくできんな、すごいなと思ってさ尊敬する、うん、ハンダゴテマジできない、なんかすごい溢れかえっちゃってたもん。であとなんかなくなっちゃうみたいな、うんうん、でも見るのは多分好きだと思う、うん動物の森の話をすると、最近ね白いユリをいっぱい植えました。でもハンダゴテ楽しいよね、なんか溶ける感じが。そうだからね壊れちゃったんだよね。保証書あるかな分かんないけど、これプーさんの味がする。プーさんのハニーハントじゃないわ、蜂蜜の味が、蜂蜜だからか。うん、あのはハニーラテ、めっちゃハニー強い。父さんじゃない、どういうこと。そうなの、今日は30分配信だからあと15分。島の名前、島の名前ってさ言ったらさ、なんかそのなんか恥ずかしくない？いいんだけど全然きれいきれい以外なかなかあるよ。うん、全然恥ずかしくないんだけど、なんかさ恥ずかしいじゃん。そうでもなんかメンバーの島の名前を、まあ、知ってるんだけど、みんな公開してるかわかんないんだけど、みんな面白くてそうめっちゃ面白いよあの萌香たんの島が一番おもろいかも、私はね。なんでっていうなんかみんなのそうセンス問われるよね。でずっと悩んでて、何にしようかなと思ってずっと悩んでたんだけど、ちょっとね可愛い名前にしちゃったから恥ずかしいんだよねそうちょっと可愛い名前にしちゃったんだよね、ちょっと。でその言ったら、あゆ何にしたのって聞かれて、これだよって言ったら、ちょっとでもちょっとぶりっこ出しちゃったかもみたいな言ったら甘いって言われたから、そうなの、ちょっと恥ずかしいんだよねあ、中村んどうにしなよ、いいじゃんみんなそれにしなういいじゃん、それにしなよ。みんな何してんの、あゆみんな何してんだろう、気になるな。みんなみんなは何に、買った人は何にしてんの教えてよー買った人いるのかな、私のファンの人で。あんまいない、あんまゲームする感じもないか。買ってないじゃん、みんな買ってない人多いんだ。いや開けてないって結構、開けた方がいいよ早くねえ、開けな、うん
買ったら島の名前は無人島です。あ、そうなの。あ、売り切れ多いんだ。へえ。わかる。高いよね、ゲーム機って。なんでもかんでも。うん。でも楽しいよ。おすすめします。ずっと遊んでる。これだってもう遊んで、買ったのいつだっけな、スイッチ。結構なんかそのさ、ブーって言うのよ。なんかその、魚とか釣ったらブーって言うんだけど、これが本体が震えるんだけど、なんか私の音多分ガタきてるかも、コントローラーが。やっぱそのジョイコン、ちょっと釣ってみるね。ちょっと聞いてほしい、私の。私みんなの、みんなこの音が鳴ってるのか、ちょっと。でも持ってる人いないのか、あんまり。うん。そう、ちょっと聞いて。なんかやかましいのよ。ちょっと待ってね、今つけたから。え、なんか揺れてる？揺れてないか。ちょっと待ってね、魚釣るわ。いないな。お魚、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 あ、逃がしちゃった、走っちゃった。走って大物だったらそのブーっていっぱい言うから、大物だったらより分かりやすいんだけど、ちょっと今大物さんがいないですね。魚いないんですけど、まあ一匹は逃がしたんだけど、走って。え、なんかナディアが走ってるわ。あ、また逃がしちゃった。ちょっと待ってね、ちょっと本当聞いてほしい、私のスイッチの壊れてるっていう音。あ、待って、どうしよう。風船来た。ね、風船捕まえていい？ちょっと風船取るわ。ごめん、ちょっと待ってね。ごめん。ねえねえ、風船割っていい？待って、プレゼント来たって。あ、待って、ちょっとまだ来てない。待って待って待って。え、どこ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 。うわ、いつかなこれ。はい、一発で取れちゃうんだよな。ペン、ハートの髪飾り、かわいいじゃんかわいい。なんかむせたら怒られそう。一瞬ハート、おー、いいじゃん。なにこれ、やっとかわいいね。待って、これ絶対アジじゃん。え、なにアジ、アジ全然こっち見てくれないじゃん。聞いてて、あ、なんか大物だからうるさいのかな。なんかちょっとなんかみんなに伝えにくいな。大物が出るまでこれは教えれないわなんかごめん、あゆがなんかなんか伝わらないわ。なんか本当でも壊れてんじゃないのってぐらいの音がするんだけどあゆの手の振動は来てるんだけど、ほら聞こえた今。ねね、聞こえた。え、壊れてない、壊れてないのかな。でもあれすぐ物壊れてるっていうの嫌なんだよな、ね、聞こえた、ブーンって言うでしょ、音でかい。やっぱり今なんだろう、なんかシーラカンスとか釣り上げたわけじゃなくて、あの普通にスズキ。それなんでだろう。やっぱこう、でもそんなさ、私その
スイッチめっちゃやってるって言ってもスプラトゥーンが断然に多いわけね。でスプラトゥーンプロコンでやってるからさ、あ普通なのこれ、あマジでみんなこんなやかましい。なんかさスイッチ持ってるのがね、なんかみんなスイッチライトなのメンバーだから接続部分が緩い、くっついてるけど、だからなんかそのでママもスイッチライトだし、ママ最近てかもう20日デビューなわけだから、なんか比べ方が分かんなくて、スイッチはこれが取れないのよ、これが取れないの、なんかほんと DS みたいな感じで、えそうなの、あと6分だ、だからね壊れてるか分かんないんだけど、そんなもんなのかな。見習えてよ、マシモも、リカタンも見習いと動物の森だけだったら別にライトでもいいんじゃないかな、うん、スイッチはテレビでさせるけど据え置き型だけどもできるし持ち歩きもできる、これが普通のスイッチね。だけどスイッチライトはこうは外せない持ち歩きっていう、持ち歩きじゃないな、もうこのテレビでも持ち歩きもできるし、でもテレビでさせないテレビゲームじゃないみたいな、スイッチライトはでもその分小さくてコンパクトで、これはちょっと重たいのスイッチライトよりスプラトゥーン、でも相性っていうかもう自分のやりたいスタイルによると思うんだけど、スプラトゥーンはテレビで私はやりたい派。でも最初これでやってたけど、でもさこうやってやってってさ、そのコントローラーだったらなんかそのコントローラーを上にしたら自分のこのキャラクターも上向くのね。だから上の敵を倒すとき、上に敵がいる場合はコントローラーをこうやんなきゃいけないわけ。ってことはさ、このスイッチライトとかこの形なんていうの、テレビじゃない、これでジョイコンと一緒にやるときはさこうやんなきゃいけないわけじゃん、ブーンって。そしたらもうさ右行きたかったらもうこうなるわけよだから画面ごともこれごと動いちゃうから酔っちゃう気がするな、あと大変そう、まあだからでもそうなの、ライトはねテレビにつなげれないのよ。でもスイッチライトもプロコンは対応できるから、こうやってこれを画面にしてこうやってできるよ。ただテレビにつなげれないってだけで、プロコンでこのコントローラーがあるんだけど、プロコン使えるから、あゆはスイッチが好きかなやっぱり。でも持ち歩き用にスイッチライトを買う人も多い、データ共有できるから、うん。でも私のママにスイッチをあげたんだけど、動物の森めっちゃ好きだから、でも飽きたらこのスイッチライトあゆが通過おーってちょっと思ってたんだけど、絶対飽きないんだよね絶もうずっと手放さないもんママ、うん、どこ行くにも多分持ち歩いてるから飽きる気がしないんだよなママ。ずっと永遠にやってるもん。ポケモリも未だにやってるからね。あげたんだけど。うん。半なったかな、間違えた。3時なったかな。ポン。あと3分。そうなの。明日の配信時間何時からにしようかな。6時半にしようかな。うん。6時半からにしようかなと思います。うん、今日はこの後何するの？
今日はこの後は、メール送ってフォトログ書いてゲームして、ゲームではあとまだゲームの中めっちゃすることあんのよ。動物の森はでも何百本の白いユリを植えたのね。だからそれの水をあげて、ローンを返済して、あ、動物の森の話のでのローンをあと15万ベルぐらい集めなきゃいけないから、魚釣りして、であとはなんだろう、あと博物館に化石鑑定しに行って寄贈してめっちゃすることあるんだから多忙だわマジで過密スケジュールだわ。うん、そうなの幸せだよ、幸せかな、幸せだね。多忙になりてうん。そうだよ、もう多忙に公演したいって、もう公演したいってパーティー、ドンドン、暇嫌いだよ、マジで暇嫌い、暇嫌いだってもう公演したいし、握手会したいし、そう、10人程度の特別配信ね、なんか予定全然合わないんだよね、みんなと。私はいつでもいいんだけどなんか合わないんだよね。うん、はい、というわけでですね、今日は配信を終わりたいと思います。今ショールームホーム画面のトップだよ、隣は大手キュウリアちゃんだよ、やったでも恥ずかしいんだよな、あのアイコン、私全然漏れてないから、去年の方が漏れてた。はい、そんな感じでですね、1位がうんうんさん、2位がうんうんさん、3位がゆうさん、あ、普通に言っちゃった、やべ、しゅうせいさん、みつこさん、ゆうさんですね。はい、ありがとうございます、ごめんなさい、普通に言っちゃった忘れて、うんうん、普通にちょっともううんうん言うの無理だもんまあこんな感じで本当は頭で言ってるんだよってことが伝わったかなと思いますはい、ごめんなさい、本当はいつもちゃんと言ってるんだけど口はうんうんさんって言ってるから、普通に今日口が開いちゃった、ごめんね、反省してます、反省するから怒らないでください。うん、ごめんね、ということでですね、見てくれた皆さんありがとうございました。バイバーイ。